未だ見よ。社長令嬢姿の待機時間は椿柄のメイクケープ着用、お人形さんみたい、最高、俳優、未だ見よのスタッフが運営する X、ツイッターが11日に更新され、出演中の TBS 系連続ドラマ、トリリオンゲーム、金曜午後10時、のオフショットが公開された。スノーマンの目黒蓮が主演を務める同ドラマは、世界一のわがまま男、野春子と天王寺王、目黒、と、気弱なパソコンオタク、野学こと平学、佐野優斗、がゼロから起業し、はったりと予測不能な作戦で1兆ドル、トリリオンダラー、を稼いで、この世のすべてを手に入れよう、と成り上がっていく物語。第6話は18日に放送される。今田は日本最大 IT 企業、ドラゴンバンクの社長令嬢、桐姫こと黒龍桐花を演じている。公開された画像は、待機中に椿柄のメイクケープを身につけた姿。この投稿には、待ち時間のオフショ、かわいい、愛おしい、お人形さんみたいでこれまた最高です、と絶賛する声が寄せられた。